ハーケンクロイツキとソ連国旗の下で置かれる三つの看護オそれぞれエストニアラトビアリトアニアの国旗に覆われるバルトの道とは1989年8月23日にソビート連邦の統治下にあったバルト三国で独立運動の一環として行われたデモ活動。人間の鎖の一つ。およそ200万人が参加して手を繋ぎ三共和国を結び、 約6 0 0トル以上の人間の鎖を形成した。このデモンストレーションは、バルト三国のソ連併合を認めた、独ソ不可侵条約秘密議定書、締結50周年を期して行われ、三国が共通の歴史的運命を共有していることを、国際社会に訴えるために行われた。旧ソ連では、ゴルバチョフ政権の下で、ペレストロイカ、グラスノシチが進められ、 街頭デモが急増し、市民の支持も集めていた。1986年、三共和国の各首都で一握りの人々が集まり抗議行動を行ったが、直ちに警察により解散させられた。1987年には大規模集会が三共和国の首都で行われたが、当局者に避難され、逮捕者が出て終わった。一年後の1988年、 大規模抗議行動が初めて当局の認可を得て、平和裏に行われた。1989年5月、バルト議員会議がタリンで開かれ、その後バルト評議会も発足した。バルトの道の一週間前には、ソ連政府も秘密議定書の存在を認めたが、バルト三国は、実質的にソビート連邦に加盟したとして、ソ連編入が違法な併合であったとは認めなかった。 集会の数日前、リトアニアの独立運動組織サユディスの委員会の170人のメンバーがソビエト連邦の政治的、文化的、行政的支配を受けない独立のリトアニア国家を目指すことを議決した。参加者たちが傾向していたラジオとバッジバルトの道はバルト議員会議が企画した。地元の共産党当局によって認可され、鎖が切れないよう周到に計画された。 例えば、各都市や町には担当の場所が割り当てられ、他の交通手段を持たない参加者には、無料バスを提供するよう指示された。参加者は、現地時間午後7時から15分間程をつないだ。この集会を調整するため、特別のラジオ放送も行われた。その後、各地で多くの集会や抗議行動が行われるようになった。ビリニュースでは大聖堂前で数千人が、 ろうそくを持って国家をはじめとする民族の歌を歌った。他の場所では神父がミサを行い、教会の鐘を鳴らした。エストニアとラトビアの国民戦線は二国の国境で集会を開き、巨大な黒い十字架に火が灯され、象徴的な葬儀が営まれた。抗議行動は全く平和裏に行われたが、参加者は報復や制裁がなされることを恐れた。実際、 ドイツ民主共和国のエイリッヒホーネッカー国家、評議会議長や、ルーマニア社会主義共和国のニコラエ、チャウシェスク大統領は、デモの鎮圧のために、ソビート連邦軍の出動を要請していた。バルトの道にはおよそ200万人が参加した。ありがとうございます。